石井さん、石井さん、はい。この前上司に褒められて、お、よかったじゃないですか。でもどんな反応すればよかったのかなって今思って。あなたはどんな反応したんですか、服部君。君いいね。いやー、そんなことないですよ、僕なんて。ダメ。え、謙遜やめて。え、それは昭和の時代まで。時代は変わりました。褒められたら褒めた方にも喜んでもらおうじゃないかということで、喜んでください。僕を褒めてください。石井さん、はい、毎日めっちゃおもろいっす。うわ、ありがとうございます、服部さん。え、そんな、服部さんに見ていただけてたんですか。うわ、そうやって。うわ、まあ、まあ、間近に褒めていただけるのめちゃくちゃ嬉しいです。服部さんのこと倍好きになりました。どう？めちゃくちゃ嬉しいです。褒めた方も嬉しい。そうすると二人に間に流れる空気は良くなる。はい、ってなことが。はい。ゴゴスマ石井のなぜか得する話し方、ダイヤモンド社から出ました。この本に書いてますんで。はい。はい。ぜひ参考になさってください。